シェアインターナショナル財団は、イギリス人の画家、神秘思想家のベンジャミン・クレームが設立した、非営利団体である。クレームは1959年に、思考のマスターから、テレパシーでメッセージを受け取ったと主張し、マイトレイヤーがマスターの団体、大白食堂法団の代表として到来すると予言した。財団は、ロンドン、アムステルダム、東京、ロサンゼルスに、 主な事務所がある。この組織の前身はターラセンターで、その名でも知られる。クレームは、近代神知学を創始したオカルティストのヘレナ・ピー・ブラバツキーやアリス・ベイリーの信奉者で、シェア・インターナショナルの思想も、近代神知学の系譜に連なる。進化とは、物質の霊化の過程であり、人類は、転生を繰り返して神聖に向かって、霊的に進化し、 最終的に本源である宇宙意識に帰るとしている。この組織は霊的ヒエラルキー上位者、ハイアラキーが実在し、ハイアラキーの長で精神的に進んだ人類の指導者、世界教師、世界大使がおり、それがマイトレイヤであると信じている。ハイアラキーは地球進化の大計画のために尽力しているとされる。神は偉大な宇宙の存在で、マイトレイヤは UFO と関係があるという。クレームは、マイトレイヤは1977年7月19日から、ロンドンのインド人コミュニティに暮らしており、最初の数年は、ロンドンのブリックレーン地区に住んでいたと主張している。ハイアラキーが管理するポジティブな霊的エネルギーを人類に伝え、有益なエネルギーの貯蔵庫を作る方法として、電動瞑想という瞑想を行う。 電道瞑想は世界に良い変化をもたらすとし、実践は世界への奉仕であると考え、実践者は非常に速いスピードで霊的に成長するとしている。ベンジャミン・クレームは2016年に死去した。後継者は明確にされていないが、財団は存続しており、クレームの追随者たちはマイトレイヤが人々の前に現れる日を待ち続けている。ベンジャミン・クレームは、 近代新知学を創始したオカルティストのヘレナ・ピー・ブラバツキー、ヘレナ・レイリヒ、新知学から分派したアルケーンスクールのアリス・ベイリーの信奉者だった。クレームは1959年1月初頭の夜にマイトレイヤというエンティティと接触し、そこから何十年にも及ぶ活動が始まったという。シェア・インターナショナルは出版物でマイトレイヤが到来すると主張している。それは、 仏教の予言にある、魅力菩薩というだけではなく、世界中の信仰の予言における、救世主であり、キリスト教においては、第二のキリストであり、ヒンドゥー教においては、ビショヌの化身であるカルキであり、イスラム教では、人類の最終的な救世主として現れるムハンマド、ムンタザルであり、ユダヤ教では、ユダヤのメシアであるという、すべての宗教の救世主であるとしている。クレームは、 マイトレイヤがイエス大使を通して2000年前にそれを証明したと主張している。1972年にクレームはマイトレイヤがもうすぐやってくると予言、74年にマスターが権限体を通して地上に現れる準備をしていると通達し、マイトレイヤが82年にこの世に現れると予言したが実現しなかった。クレームの信念によるとマイトレイヤは ヒマラヤに住んでいたが、1977年に古代の隠れ家を出て下山し、飛行機に乗ってロンドンに行った。そしてロンドンのブリックレーン地区にあるインドパキスタン人のコミュニティに下宿し、ここで生活し働いていた。彼は一見して普通の人物で、その真実の姿はほとんど知られていなかったとしている。マイトレーヤは、 人類の自由意志を侵害しないよう徐々に公に現れているとし、もうすぐ全貌を表すだろうと講演などで主張し続けた。財団のホームページには1988年から2002年の間にマイトレイヤーが239回登場した。ジャーナリストがブリックレー園地区からマイトレイヤーを招こうとしたが実現しなかった。クレームによるとマイトレイヤーは冷戦の終結。 ドイツ最統一、南アフリカにおけるアパルトヘイトの終焉に影響を与えた。マイトレイヤの基本的な教えは、世界を共有し、救いなさい。あなたの兄弟の必要とするものを、あなたの行為の尺度とし、世界の問題を解決しなさい。他に道はないのですというものであり、人類が自由意志で分かち合い、正しい人間関係に踏み出す準備ができれば、目に見える。 思考のマスターの団体と共に、マイトレイヤーが権限するとしている。その時マイトレイヤーは、テレビやラジオを通して、世界中に姿を見せ、テレパシーで人々に、それぞれの言語を使って語りかけ、選ばれた人々だけが、奇跡の癒しを与えられるという。また、UFO の実在を信じ、UFO はマイトレイヤーが降臨する先ぶれであり、金星と火星から来ていると考えている。 太陽系の惑星にはそれぞれハイアラキーがあり、太陽系には一つの巨大なハイアラキーが存在するとしている。神とはこの惑星に命を吹き込む偉大な宇宙の存在であるとされ、ロゴスとも呼ばれる。宇宙の兄弟たちは地球上で人類が世界の危機を切り抜けるのを支援するという使命を持つとしている。シェアインターナショナルによると、 マイトレイヤは1988年6月11日にケニアのナイロビ郊外で行われた6000人のクリスチャンの集会に現れキリストのような影が映った写真が世界中にルフされた。クレームはこれ以降マイトレイヤが幾度も出現しインタビューを受けていると主張した。1991年から2002年にかけてマイトレイヤは 世界中でオーソドックスな信仰を持つ人々の集会の前に出現し、指導者を待望する人々に手短にスピーチし、出現地点近くに癒しの水を沸かせたとしている。この癒しの水はメキシコ、ドイツ、インドにあり、数百万人が訪問しているという。組織はマイトレイヤ出現リストを出版している。1972年のクレームのマイトレイヤの到来の発表の後、 シェアインターナショナルの支持者はインターネットで熱心にマイトレイヤを探した。彼らの情熱はマイトレイヤと誤認された人々にとって頭の痛い問題だった。一部の人々がインド系イギリス人ジャーナリストで食料問題活動家のラジパテルがマイトレイヤかもしれないと考えた。パテルに問い合わせが殺到したが彼は自身のブログとガーディアン誌で強く否定した。 資本主義に対して批判的で、マイトレイヤによると、商業市場主義は原子爆弾より危険である。株式市場は、貪欲のギャンブルのカジノであるとし、株式市場の崩壊が、マイトレイヤ出現の合図であるとしている。ベンジャミン・クレームは2016年10月24日に93歳で死去した。信奉者たちは、彼がマイトレイヤやキリストにつながったと信じている。 彼の死後、マイトレイヤーを待ち続ける支持者たちを誰が指導するかは、不明である。アメリカのスポークスパーソンは、クレームがいなくなっても使命は変わらず、それぞれのグループが努力を継続するだろうと述べている。ベンジャミン・クレームは1974年に、電動瞑想という瞑想を提唱した。最初の瞑想グループと、霊的エネルギーを変圧するという木と、ガラスでできた、四面体を作り、 同じ年に、霊的エネルギーのバッテリーを作った。クレームによると、この瞑想は、ポジティブな霊的エネルギーを、ハイアラキーから人類に伝導する方法で、人類の利益のために、エネルギーの貯蔵庫を作る方法である。シェアインターナショナルによると、瞑想とは、自己の魂と接触し、ついには、魂と一体になる科学的手段。また、霊的印象付けに敏感になり、 そうすることで、例、ハイアラキーと協力する過程で、電動瞑想は、カルマヨガとラヤヨガを組み合わせた新しいグループ瞑想、である。彼らが信じるハイアラキーは、この惑星のために描かれた、進化の大計画の成就のために、霊的エネルギーを管理、分配するが、宇宙を源とするそのエネルギーは、高度すぎて人類には扱えないので、電動瞑想のグループが変圧器になり、 より低い波動の人類により使用可能な入手しやすいものに変換すると主張されている。シェアインターナショナルによると600の電動瞑想のグループが世界中にあり日本にも複数のグループが存在する。このグループでは最初にまず未見に集中しながら神のお心の光の源より光をあまねく人の心に流れ入れさせたまえ、光を地上に降らせたまえ、 という言葉で始まる、大祈願というマンドラを声に出して唱え、それにより伝道瞑想のグループに、ハイアラキーとつながる伝道感ができるという。グループは、スピリチュアルなエネルギーが送られる、または、知恵のマスターが彼らに、降りる感、静かに座っている。伝道瞑想で、霊的エネルギーが世界を満たすと、世界の指導者が人よである、主の合意に至ったり、 長年敵対する国同士が突然交渉のテーブルにつくなどの変化が起こると主張している。このような変化を起こす伝動瞑想は世界への奉仕であるとされ、個人的な瞑想というより奉仕活動として続けられている。また、霊的成長の強力な手段であり、1年の実践で10から15年の個人瞑想と同等の霊的進化がもたらされるとしている。 知識も経験も必要なく、12歳以上なら誰でもできるほど簡単であるという。伝道瞑想は非宗教的な瞑想であるとされ、どんな信仰を持っている、あるいは信仰を持っていなくても参加できるとしている。組織の前身は、ターラセンター、ターラ出版である。シェアインターナショナル財団は、マイトレイヤの教えの普及に努めており、アムステルダム、ロンドン、ロサンゼルス、東京、 他に、いくつかの国に、事務所がある。アメリカ本部は、西海岸にあり、ベンジャミン・クレーム美術館がある。日本には30年以上前から進出しており、ベンジャミン・クレームの活動の日本における窓口として、シェア・インターナショナルグループの下部組織シェア・ジャパンがある。日本では、石川みちこが、講演などを行っている。組織は、シェア・インターナショナルという月刊の雑誌を出版している。 1982年1月創刊。クレームは雑誌に知恵のマスターからテレパシーで伝達されたという記事を発表している。この雑誌は世界中の人々が体験した奇跡を掲載しているとしている。雑誌の日本語版は1986年4月に創刊され石川美智子が監修している。アメリカの宗教学者 J. ゴードン・メルトンによるとクレームの主張は キリスト教の福音主義者がニューエイジ運動を判断する触媒としての役割を果たした。1982年の週刊広告の後、クレームが反キリストの手先であると批判する別の広告がロサンゼルスタイムズに掲載された。福音主義的なクリスチャンである作家、弁護士のコンスタンス・カンビーはマイトレイヤは反キリストの偽名であり、 シェアインターナショナルはルシファー運動であるとみなした。別の福音主義的なクリスチャンはカンビーの陰謀論的な見解とは距離を置いていた。イギリスのジャーナリストミック・ブラウンはクレームの信仰や主張は幻想的で異国的であると述べた。ザ・デイリー・ビーストのケイティ・ツァーバドスキーはシェアインターナショナルのイデオロギーは SF のようだと評している。ありがとうございます。